20周年の今治タオルになります。じゃあ紹介していきます。ムッシュタオルどこ行った柄がこんな感じになって、表、裏となってます。で、こんな感じ。じゃあ、ウォッシュタオルで、いいね。32センチ×33センチです。で、先ほど見ましたが、こんな風になってます。吸水性抜群です。で、お値段の方が、1000円です。じゃあ、開けていきます。どうかな？はい。表面がこちらになります。歴代のが載ってて、20周年のロゴ。あと、タグ？今治タグ。ブランド？な、ブランドタグだな。照明っていう。で、じゃあ裏行きます。裏面がこんな感じで、20周年。で、これも5周年、10周年、15周年。これかな、グランドオープン。ただ、グランドオープンが文字だけになってます。で、こういう感じでまた表面に戻るな。なんかついてる？気持ちいいのかな今治。ああ。これタゴがあるってことはこっちが裏じゃないの？あ、そうか。これは表なの？そうそう、書いてあった。こっちは裏なの？表なの？それ裏だよ、裏。裏タゴがある方が表なんだ。こっちが？そう。こちらが表でーす。じゃあ、20周年の今治タオルでした。以上です。こちらは20周年のブランケットになります。この袋付きみたいな感じになってるやつです。じゃあ紹介していきます。まず表側に20周年のロゴと、刺繍になってます。で、これが、20周年の。そう、タイムトゥーシャインの、になってて、歴代のやつが映ってる模様があって、で、裏側いきます。で、裏側も同じように歴代のやつになってます。じゃあ、タグいきます。やってみればダメだ。で、20周年のロゴと、使い方。うん。ポンチョ風になったり、ブランケットにできたりして、広げるとこんな模様になって、100センチ×76センチ。ポリエステル 100% です。どこいいかな？狙わないのかな？で、お値段が4500円です。よし。じゃあ、とりあえずちょっと開けてみます。乗るかはわかりませんが。もうバッグがついてます。よし。あ、でかいね。こんな感じ。こんな感じです。ピンバッジのやつと同じデザインになってて、内側がちょっとツッツッツッっていうかしてて、裏側がモフモフして、そうですね。だからこっちをまあ当然体の方にすごい気持ちよくて温かいです。でこのなんか履き帳のとこにゴムがついてて、でそっち側にこのボタンがついて、ボタンがついてて、ここでポンチョ風にそうかけられるようになってます。じゃあこれが内側なの？ポンチョする。ああ、そう、こうか、こうか、そうか、こうか、こうか。どっちでもできる。そう。でも一応今の、ずっと当然暖かいことなかったもんな。じゃあちょっと待って、めくれちゃった。じゃあこんな感じの20周年の袋付きのポンチョでした。ポンチョじゃない、ブランケットでした。じゃあ以上です。袋付きのポンチョでした。